松陰神社は、東京都世田谷区、及び、山口県萩市にある神社である。の思想家、教育者である、吉田松陰、及び彼の門人である、伊藤博文、山形有友はじめ、松下村塾の生徒を祭人とする。学問の神として、崇敬を受ける。松陰神社の吉田松陰図を東京都世田谷区、若林に所在する。旧社格は、府社。 付近には国士館大学や世田谷区役所がある。松陰新社前駅下社。鎮座地にはかつて長州藩主の別邸があった。松影が安政の大国で軽視した4年後の1863年、高杉新作など松影の門人によって小塚っぱらの栄光院にあった松影の墓が当地に改装された。1882年11月21日。 門下の人々によって、墓の側に松影を祀る神社が創建された。現在の社殿は1927年から1928年にかけて造営されたものである。松影の50年祭に際して寄進された26期の灯籠には、伊藤博文、木戸高正、山形有友、桂太郎、野木丸介、井上薫、青木修造などの名前が刻まれている。 松下孫塾を模造した建物、大三木三郎、広沢佐根らの墓もある。松陰らが眠る墓域は、幕末時代、徳川勢により一度破壊されたが、明治元年、木戸高義がこれを修復整備した。墓域には、現在も木戸が寄進した鳥居が残っている。また、敷地に隣接する形で、桂太郎の墓もあるが、案内が不十分なこともあり。 参拝者は少ない。かつら自身の遺言により、この地に埋葬された。共に、松陰神社がある縁から、1996年に、世田谷区と萩市は、友好都市定携を行っている。1992年より世田谷と萩では、商店街などの民間交流が始まった。若林市では、萩、世田谷幕末維新祭りが開催されている。なお、 徳と廊かの無本論でも書かれているが、谷を挟んだ向こう側には、豪徳寺がある。豪徳寺は吉田を軽視させた、安政の大獄を起こした、井伊直弼の菩提寺である、山口県萩市椿東に所在。旧社格は、県社、山陰本線東萩駅下社。八百九十年、松陰の実家、杉家の邸内に、松陰の実家、杉田道が、 土蔵造りの少子を建て、松影の遺言により愛用していた赤間鶴と松影の書簡等身体として祀ったのが当社の創建である。1907年、共に松下村塾出身の伊藤博文と野村康氏が中心となって神社創建を誓願し、萩城内にあった鎮守、宮崎八幡の拝殿を移築して土蔵造りの本殿に付し、同時に建社に列格した。 現在の社殿は昭和30年に新しく建てられたものである。創建当時の土蔵造りの旧社殿は松下村塾での門人を祀る末社、正門神社となっている。境内には松下村塾が現存している。また、松陰優秀の旧宅、吉田松陰歴史館などがある。2009年10月28日には松陰没後150年を記念し、 宝物殿死生館が開館した。また、2017年12月18日には、明治改元から150年の節目に際し、自立学習の祖と記した、吉田松陰先生検証費が混流された。2018年12月18日には、北山道と言われた、正門神社に続く昭敬に、吉田松陰が残した言葉を記した石文美を25本、混流し、 その北三度を学びの道とした。萩市で学問の神として最も尊敬を集める神社であり、正月には多くの初詣客が訪れる。ありがとうございます。